上通ってる形で、あと神宮寺さん、やっぱ足通ってんだよな。こういう趣味ありそうだと思うな。診察台とかそういうシチュエーション好きだと思うし。ありがてぇ。ありよりよりやっぱ働いた後のポーカーはおもれぇな。お気に入りやけど、もんなんだ。僕の。最高だぜ。あと僕ないか。ああ、多分、さん、とりあえずワンダムいいですかって言われんだろ。まだワンダム。うわちゃんともうちょっと潜伏しといてほしい。いやー難しいっすよね、離脱のタイミングって。今回はいつ離脱なんですか、うん、初手でもういないです。あーなんかスリーカードだ。内外チャットを送り合ってるんですかこれ。あーなるほど、スリーカードずるいわいやもう無駄なんだけど。スリーカード連続でくる。ハイパイから動いてんねんだけど。助けて。俺もスリーカードだ。俺の勝ち。あスリーカードマジ？スリーどっちだ？俺が最強のスリーカードだ。うわ。えぐすぎる。やば。やばやばやば。ブレイク不正してんなこれ。また村が。全然あれ。シー、外来行きたい、外来行きたい。スーパーラッシュ。バイクさん黒怪しいぞ。これは黒だな。絶対黒だな、あれ。これ何スキン、うん、なんか、お面とか。あの、課金のスキンですね。そうです。課金です。余計分かりづらくなりましたもんね。確かに。ゲームを有利にするための。初心者殺しできる。2個入ってる状態で、あの、おなんか、なんかもうかかってるよ。え、まだクラマ、クラマ出るのが早いよ。怪しい。トップ入れた。怪しいね。あ、上から、今上から1人入れた。7個。2人、2個分入れたよ、俺。上から入れたい、上から。あ、入れたよ。7個。上から入れたよ、入れたよ、入れたよ。7個。結構入れなくなっちゃった。7個よ。へぇー。テレグ君が引っかかったな。ごめん、タイミング悪かったわ。よーし、先端さん、ニトログリセリン行こう。ニトログリセリン。お、英雄ムーブ？英雄ムーブするんだ。英雄ムーブ行こう。いや、これでライトさん黒だったらさすがにやばいな。シナバもそれも考えたら俺も行こうかな。いや、それゼルク君黒じゃん。黒って俺も行こうかな、じゃあそれやったら。ゼルク君黒じゃん。ゼルクはまずい。シナバグリセリンモードで行くか。ここなんか神秘的。本ないです。武器ないです。大丈夫ですか。あ、ブブさんも戻られた。ブブさんがスポンセット。ガサゴソガサゴソ。ガサゴソのプロ。ここを調べる場所少ないのか。ねえ、なんか神秘的。沖縄の石垣、石垣島行った時を思い出すな。向こうは神宮寺さんが2個取ると。ために。ここら辺全部当たってんのか、みんな。あ、いいな、朝の。USA。行かないじゃん。怪しい。行かないだ。絶対黒じゃん。出る。これ白だよ。先端さん汚いもん。え？汚い？まだ汚れてないよ。僕は汚れではありません。この紋所が目に入らぬか。入らぬよ。よいしょ。ポジムでワークベンチ作れるの？ケッチ見せて。これいらんよね。もうちょっと安くないの？なんか見てない。あ、また何？あれじゃねえじゃん。何？ちょっと近接作らせてもらおう。聞いて。え、なんで？このゲームの支配者に石炭2個奪われた。俺は悪くない。
見てこれ。敗者ってことは僕か。見てほら、すごい。この氷の上に石炭置いとくと消えるんですよ。骨持ってる。見てこれみんな。ゆるくくるでもあげない。あげない。何を見せてんの？いや僕が骨を捨てたことによって隠し色になった瞬間です。これ、船進めますか？エンジンさん、骨持って。ね、進めていいですか？自分でやればいいか。この辺、最初の辺は何もないでしょ。しばらく待ってるよ。はい。ぴょん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 。わっせわっせ。白か。おーす。船の中で迷子になる時間もったいないよな。天下、橋本天下。これどっちがいいんだ、左がいいんだっけ。ゴゴ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 ゴ
これさ、ホワイトアウト中は動かさないわけじゃない。さすがにでももう大丈夫そう。ぶつかる？まだまだまっすぐでしょ。しばらく。しばらく道なりです。およそ300m先。進めましたん。進めましたんが大佐。これは石炭2個ぐらいなくても誤差でしょ。こんだけ進めば。石炭4個で進めました。4個分。おい。これ夕方？赤赤って何？夕方。もう夜ですね。夜。これはもう。これはもう門限門限過ぎてますこれ。あ、いけないんだぞ。私はワンダウン取ってもいいかもしれない。これ。これ遅れてきたらワンダウン取ります、ね、余裕でじゃん。メスワンダウン？ゼルクはワンダウンですか？僕は死ぬでしょ？ゼルクは確殺で OK です。あ、わかりました。じゃあ撃ちますよ。ありがとう。はーい。こぼれる。イグニさん運転します？するする。ちょっと待って。あ、じゃあ温まった後でいいですよ。僕しときますよ先。あ、ありがとうございます。ちょっと寒い。なんか船長は運転するなんかいいことあるんですか？いや、船長は早いんですよ。ハンドリング、旋回能力が高いっすね。毎回もらっちゃう。あの、右左の旋回能力が高いっす。これ、左から行ってみます、うん、最近左も早いんじゃないかなと。皆さん、あの、キッチンの中にたくさん隠してますけど、僕、全部拾っちゃいますよ、キッチン内のへそくり。細泥がいる。なんか、さっきから同じ場所に、アヘンチンキを隠す人がいるんで。細泥ゲームズがいる。え、待って、それ、いや、なんかシチュー作ってる時暇だからいろいろ見てたらへそくりがたくさん。ライトソンとえそれ僕のです。あ、それ僕に名前書いてなかった。僕のです、それ。あ、マジっすか。たまにあげますね、これ。僕の僕のライトさん、ライトさん、石炭2個入れますよ。あ、セダさん、欲しいですか、変身機、へそくり。いや、別にいらないです。もうちょっと待っていくんで待っててください。ちなみに今回の成果はアヘンチンキ2つと解毒薬1個。これ何寿司みたいな、このトロみたいな。トロが好きなの。はい、キッチン前に置いてサーモン。炙りサーモンが必要っぽい。これ、トーヤの愛情 100% してる。あ、愛情か。アヘンチンキありますか？愛情か。愛情って、落ちてる、落ちてる、落ちてるよ。ずるく何見てんの？トーヤおばさんのクリームシチューだ。アヘチンも持ってよ俺が。解毒もなくなってる。隠したもん。あ、全部ゼルクのやつなそれ。あげるよこれ。ね、ちょっとママ食べ物を床に置かないでよ。アヘチンと解毒は僕がもらいます。運転は。責任を持って。黒い、めっちゃ黒い。できますよ。一応カオケラ入れます。一旦2個入れますね。センターさん近接作りました。はい、あります。作りたいです。こうします。あります。あ、あります。ありがとうございます。オッケーです。あんたこれまだシチュー入ってるから、うち変わってなんか容疑者になりたくない。
2個壊しました。容疑者いないです。あ、ちょっとキャンプしまーす。はい、下毒、ま、いい怪しいな。ちょっとだけ前見れます。誰、まあ、そんな行くのに簡単ですけど、ご飯大丈夫、アイトさんか。前後ろ前前親ほど白い存在今いないよ。下毒座返してくださいよな。いや、ゼルクには返したくないよ。ご飯ください。どういうこと。しかもなんか俺が一回触ってるから返してもらえないよ。でも下毒座ならまだ。もう案内役いらないの。もうこのこの手のレベルになると本当にゼルクロなの。すごい。あ、俺もだよ。ハロー、アーサーになったんで大丈夫です。あと2個入れます。ちょうど消えます。はい、アーサーです。いいだろう。コメントもらっていいですか。あ、寒い寒い寒い。まあ、もらえるならもらいます。入れます。じゃあでもう全員開いてる。まだあと1個。はぁ、寒い。適当なとこ。なんか実際さ、こういうの見るとなんか本当寒く感じるな。あれ感染するんですか、画面の寒さが。そう、うううってなります。よし、うん、左の人、熊気をつけてください。はーい、はーい。どうも、左の人です。左の、誰だろう、あれ。よいしょ。おー、ライトさんかな。え、何に当たったこれ。え、当たった、当たった。え、そらそらそら境界に当たったくらい。止まったぞ。俺直せくないから PMD。 もうここまで来てんの。すごい早いっすね。今氷山に当たりました。あれ、俺当たった認識ないんだけど。はい、肉係の人来てください。今のは時間かけすぎない。そうやって時間を無駄に使わない。ちゃんと有効に時間は有限。今探索、昼は探索。ほら、再来目。俺にかなうと思ってんのか。どうしよっかな、石炭集めかな。一角にいる人、ありがとうございます。いてよ。なんでやねん、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 なんでやねん。めっちゃ、めっちゃ荒ぶってるせいです。オーバーキルですね。ツッコミの力も上がるかな。ちょっとは。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。あれ、いない。鍵箱を見てから決めよう。なくなっちゃった。行くかかりの人。さあ、今日の運勢は。でん。ああ、ゴミ。今日はゴミの日ですね。GOMI。忘れないようにゴミを出しましょう、皆さん。よいしょ。もう出しました。ノイズ。よし、じゃあ人肉シチューかな。良いか良いではないか。人肉食べさせてやろう。人肉係の人ください。人肉、人肉。お礼、お礼剤、お礼剤。ありがとうございます。オーケーからのいいとって。みんなどこ。大屋さんと神宮寺さんの近くに行こう。ここだ、どこだ。骨と死体は漁りまくってますが、人肉でもいいから食いたいな。人肉おじさん。あ、船内にまだ地球行くあったよ。え、ありました。俺なかったあら、どっか隠したのかな。ベッドルームの安心あれするか。ここは見てなかった。あ、てかこれに入れられる。あ、こっちか。入れとっとけばよかったな。はい、そこはセクターで入れました。確かに。どこあったっけ鍵。あれ、俺の行きたいところに行けない。効率が良すぎる。したい。これまだいらないか。寒いよ。これで作れますね。もう入れないな。これ新幹線？電車？あ、ごめんなさい、電車です。すみません、僕です。なるほど。ああ、この辺の海は電車も通ってんだな。千と千尋の世界観やんけ。船大丈夫？船の方大丈夫？船の方。長いな。落ちちゃうなこれ。うわ、これやだ、落ちたくないな。アウト。送信頭巾。
船でも結構進んだから。ほら、はい。え、やばい、船やってる、船やってる。え？おい、誰だ船？で、これでいいか。これか？ここだけ。これ焼いたら行こうか。オッケー。モグモグ。ワーモグワーモグ。自然回復。ありますか。修理の鬼先端行商。待て、床を直すことを生業にして生きてきますもんね、今までも。これ使えるんじゃない？木材いっぱいあるんで。あ、僕あるから直す。直ったら。大丈夫大丈夫。あげられ、あげられ、あげられ。ご飯。クラマタゲ。めちゃくちゃ美味しい。あ、クラマタゲ、クラマタゲ、クラマ隠しのね。クラマ隠しの OK。直したよ。はい。ライフさん、あげ直したのか。無限隠しの方がいい。クラマさん。ライ。クラマタゲは確定。ライトタゲはね、五分。ライトは多分タゲじゃない今のは。オッケー。それ自ら言うの白いな。なんか。いや僕本当に白でこれまあのぶつかっちゃっただけであの。クラマケ何言ってんの？そういうね。フェイクかもしれない。おお。これはそこまで。もう一回釣れるほどは釣られんかった。あ俺おいミクチ釣るよ今から。本当？足りない。そうしよう俺。確証です。時間にかかる。あ、じゃあ僕も自分で食べちゃって、みんなあと父はみんなにあげて。はい。あ、僕も欲しいかも。ちょっと待って、今買って、今買って。オッケー、オッケー、ありがとうございます。マニラーメンならあげるけど。あ、大丈夫、大丈夫。これ、リムさんいますか？リムさんいない。いないですね。やってんな、神宮寺さん。この段階でいないのは。やっぱ神宮寺ゼルクだな。え、僕？僕はもう一つ。一応ゼルクさんは今回、ホワイトアウトできるので。トピカ知ってるからね。あ、これめっちゃいい運転、めっちゃいい運転。任せろって言ったら道連れってこういうこと。運転手さん、え、運転手さん、ちょっとなんか変な声出したから。変な声じゃないよ、ちょっといい声出した。よいしょ。で外来所感がっつり来ちゃったから漁っちゃいますね。もうこれもう置いとくか。はーい。あ、これホワイトとレベル低いかも。これもう一個入れる、もう二個入れる。オッケーオッケー。前、あーでも寒さがやばいな。回線にアクセスしやすい場所がいいかも。回線にアクセスしやすい場所。あーだから左側ってことかな。これさ、誰がいない今、みじゅきさん？神宮寺さん。いるよー。あ、おった。いるよー。あ、これ当たっちゃう、ごめん。みじゅきさん、いつからいたんですか？いや、俺の。今、いたよ。これ、キッチンに入ってるの誰？いるよ。キッチン、トウヤがシティを作ってる。トウヤさんか。ドローのところには。トウヤさん、見ました。隠してたんだ、お兄ちゃん、そういえば。あ、そうなんだ。これ直すので気にしないでください。あ、直します直します。はい、人肉シチュー食べたい人、人の肉食べたい人集まってください。食べる、食べたい、食べたい。どこ壊れてるの？人肉しかないですか？オッケー。人肉シチュー壊れてるとこどこですか？人肉シチュー置いてます。え、もらいます。前じゃなかったら後ろでは？後ろか、そういうことか、確かそれそうか。人間の肉を食べる。あ、本当か、人肉シチュー後ろか。人肉シチューはトウヤが全て握ってます。どうやって後ろ壊れたのこれ？千の利衆だな。これはうまい。なるほどね。あ、メス？オッケー。メス？お腹すいたな。あ、あげる。お腹すいた。ニンニクしてあげますよ。いいですか？あ、焼いてもいい。シチューありますけど。大丈夫ですか？これ配線消す。あ、ニンニクシチューって食べてもいいんですか？ニンニクシチュー美味しいです。病みつきになりますよこれ。え、デルクまたそこに隠そうとする。動物でシチュー作れるよ。もう、なんか出るみたいじゃん。各所のちょっと、一個一個全部。落ちた。いやーこれ、なんか、なんかもう一個ぐらい余っちゃってませんか。あるよ、人肉、人肉あるよ。人肉でいい、人肉でいい。ありがとうございます。ちょっと、もう、空間半分以下ぐらいで。使いました。じゃあ、実際人の肉って食べたらやっぱ、おえってなっちゃうのかな。独占きます。あ、わかりました。僕は独占してきたら2個だけ取って、船持ってす。あ、メアマ、ドレマ。あ、配線ってそういうことか。アモアスモになってたわ。なんか、この船の中になんか配線みたいな目印があるのかと思ってた。ライトさんが上にいる。そういうことか。壊れた船と書いた配線か。ゴーテム立ってるめちゃくちゃ。こういうこと。全部壊してください。全部壊してください。壊しました。甘みが強すぎる。
あなたは隠しろです。ここはなさそうですけどね。ちょうどいいのこれさ、多分銃はいらないよね。もうね、あ、これちょっとあるある、あるある、あげる、あげる、あげる。これもう一人誰かな。まだ今んとこないっすよね、なんもね。なんかものすごい白い人っています？ものすごい白い人。まあ、車は隠し色。あ、開けられてる。ライチさんも白目だと思うけど。あと誰ですか？あと誰って言った？ゼルクさん。東野目線はクラマ、クラマライトかな。ライトさん白いんだ。はい、みんな議論しながら。ガンパーツ。ね、おいしい。人口だ。あ、ジングリさん、やっぱ足取ってんだよな。こういう趣味ありそうだと思うな。診察台とかそういうシチュエーション好きだと出したら。ありがてー。話しましょう。これどうやって出るの？銃作ってから行きます。あ、てか、あ、てか、銃のコード俺入れてねえや。まあまあまあ。多分開けなくても。まあ、この時間になるとちょっとなんか結構おねむちゃんになってたよね。誰だろうな、あと一人。じわじわバレた。あれ、僕もらって、僕もらって下に。ありがとうございます。上に。あ、腹減りが。みんな、みんな、来てない、来てない。あ、お前、入った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 。エレジさん、これあげる。誰、誰、誰、誰が入った？ありがとうございます。エレジ入って、ゲート、ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、下にこれ、ハイライト出てくる。食べたものは、東野さんからもらった2個目のシチューかな、時間的が。あとは、もしかしたら、あれかもしれない。真空シャバリ。これ、上に止まっちゃってるね。戦わなくていいよ、戦わなくて。下に、下に1回降りましょう。オッケーオッケー、ありがとうございます。お腹すいた。ね、ちなみにライトさんからもらった、ライトさんからもらった。なんか食べ物あります？はいはい。あ、ライトさんだけ。10秒ぐらい直径なんで。誰かげだ、なんか食べ物はないですか、食べ物。先端隠しろ、先端隠しろ。本当に20秒ぐらい、時間が経つんで、まだわかんない。うん。もう人肉食べてもいい？あ、もう全然やっていや、焼いて食べれるのか。いいちゃん早稲田さん、お帰り行ってます。あ、重い。いや、僕これ行きますね、みんな。オッケーオッケー。はい、帰り処理者ついてきます。早稲田さん、1個引き上げますよ、1個。あ、欲しいっす。はい、これ人肉引き上げます。嬉しい。うめぇ。ね、これ人肉って食べ過ぎると良くなかったりするのかな。HP 大丈夫ですか、皆さん。HP 半分ぐらいです。同じく、僕ちょっと釘作ったら行きます。もういらないか。ちょっと痛い、あの犬にジングリした。痛い痛い。ジングリさん黒角ですか？ジングリさんはほぼ黒ですね。ゾンビランド前ぐらいからやって一回も帰ってないです。これが緑が満帆になったら傀儡になっちゃうみたいな。で、傀儡になって相手陣営の味方をするみたいな。的な。的なベイベー。誰か死んだ。誰だ。まだスクラップっていりますかね。スクラップは、この後、船が故障させれたら直すことがあるので、スクラップはあった方がいいかもしれないです。鉛の塊はもういらないと思います。もしくは、金器いらないか。もう大事だった。ゴーゴー、レッツゴー。もうこの罪悪感に苛まれすぎるということ。クマやった、クマやった。はい、ニトラル、ニトラル。あ、じゃあいただきます。クマ倒したって聞いてる。クマ倒した、クマ倒した、倒したって、倒したって、クラマ倒したって。引き上げます。僕大丈夫です。あ、ちょっと待って。あれ誰？これ待ちましょうか、どうですか？ちょっと温まってから。はい、あれ傀儡、あの奥にいる人。まあいいや、自分で持ちます。パクッと、了解です。傀儡先端さん、右に行ってもいいんじゃない？無人これ持ってた。あの人傀儡ねえねえ、あの人傀儡。あの人は誰？ゼルフ君、ゼルフ君って傀儡っぽいですけどね、顔。殺していい？ゼルクか。ゼルクやりに行くか。ゼルクさん、ランさん、ランさん。待って待って待って。一緒に行かない方がいいかな、一緒に行かない方がいいかな。僕先行く、僕先行くじゃん。水木さん落として、水木さん一回落として。あ、オッケー、落とす。なんで？
あ、ミキサーか。あ、いや、ワンチャン。まだ来てないんだ、ミキサー。LG 先行していい？潜伏まだいるんで。あ、いいよいいよいいよ。いいよ、先行していいよ。オッケー、行きます。僕が今照らすから。はい、あ、ごめん。じゃあ、歩くか。お腹大丈夫？お腹大丈夫です。まだ7割ぐらいいます。ニトロで持ってかれたら。多分体力は全然僕持ってる。傀儡が来たら僕、もろとも死にますが。これって傀儡来た時って一旦ニトロ置いてちょっと前で戦うから。そうそうそう。投げられる、あ、木があるよ。でも投げられるもん。ちょっと走れるな。ちょっと走れます。この辺まで。どこ行ったの。あ、神宮寺さんいる、神宮寺さんいる、神宮寺さん、神宮寺さん、神宮寺さん。ジェリクの目の前で。神宮寺さんおる、神宮寺さんおる。神宮寺さん、下。なんで、ニトロも弾取れた。あ、神宮寺さん、神宮寺さん。神宮寺さん死んだから、とりあえず。オッケー、リビートお願いしたい。待って、僕、体力ないわ。待って、こそこそ。上持ってくれないから、あ、俺もやばいかも。あ、ちょっと、待って、待って。ごめん、もう、ダウンしてる。ダウンしてる、エレジー。エレジーとからもダウンしてる、ごめん。あぶねー。傀儡だね、あなた。ダウンしてる。やっぱ傀儡、傀儡。あ、やべ。美術さんだわ。オッケーオッケー、ちょっと3人で撃ったか。あ、俺いいよ、俺いいよ。死んじゃう、カバンと。水かる。やれよ、みんな。やーん。頑張れ。やれる。ナイス。あ、俺も思わないから。俺が最大だ。デルクに任せるわ。じゃあ蘇生できます。あ、蘇生して、ちょっと待って、順番に持ってきます。あ、命の優先順位、これが。命の優先順位きた。じゃあ、歩いてましょう。やっぱね、赤いテープ。先端工程が1位ですよ。赤いテープ巻いてたからな、腕に。待って。順番に船持ってくね。さあ僕で死んじゃう。私このまま自爆してくれ。普通に開けるわ。あのね、鍵ね、待ってますか。起こして。鍵あるね、大丈夫。やばい、死んじゃう。オッケーです。ミルクさん大丈夫？死んだ。あ、マジ？ありがとうございます。ミルクさんダウン？死んじゃった？ダウンしてる。オッケー。次からあれ持ってきますわ。寒いな、俺も。やっぱ上級国民は一番最初につけてくれるんだな。とりあえずニトロ優先で。よかった、上級国民で。痛い。起こします？あ、起こしました。間に合う。感じました。ライトさんに殺されました。助けてください。あ、そうです。ライトさん了解。ライトさんに殺されました。助けてください。ライトさんもね。あ、俺死ぬ、ごめん。あ、マジか、間に合わないか。あ、ごめん。誰これ。ジルクさんが死んだ。ライトさんに殺されました。助けてください。ごめん、ジルクさん、鍵ないわ。何番？8番。これ開け、これ誰？鍵あるかな。あ、ライトです、ライト。開けますよ。これ、ダメです、もう一押しあった方がいいかもぐらいか。なるべく陸寄りに行くわ。俺どこだった？どこで死んだっけ？ジェリック上にいるよ。上。じゃあ止まって。船に乗って。ごめん、なんか全部当たっちゃった。もう爆破してんのか。やば！やばやば！敵だ。敵ちょっとバーベキューでしょ。もう燃料なくなる。燃料なくなる。私よ。私の。燃料なくなる。燃料なくなるよ。これで返す。待って、やばい。なくなった。石炭ないや。まずい。木材とかでも。いや、足りないって。ここまで来た。なんかもう何でもいいか、燃やす。それでいい。春投げたい。春投げるからね、上船に。どれも燃えねえ。落とせ。
先頭さん投げるよ、上落とせ落とせ。お邪魔しました、ありがとうございました。お先失礼します。え、一緒に脱出しましょうよ。あ、ごめん、クラファクごめんね、痛かった。これは全部燃えないんですね。まさか、あれ、トマ的ダメージ。燃えないものを全部入れちゃった。やべ、燃えないゴミ。分別してないのバレちゃった。あ、デルクさんの死体が。はい、めちゃめちゃ入ってるよ。上に来るんでしょ。オーケー。僕一応まだ。あ、いいでしょ、ね。何もないよ。出ないで。効果は焼却力が強いから。くそ、分別しなくてもいい。まだやりに行くわ。伊吹さん、やべえやつが。伊吹さんのお墓食べた。当てた。ナイス。ナイス。ナイス。ほらほら。デルクに届け。ボタン。イエーイ。ナイスでーす。ジンジン。ナイス。はいな。ナイス。早いな間違いねえ。すごい順調だった。僕の地味な仕掛けに誰も引っかからなかった。何だったんですか。僕にやった。僕の地味な仕掛けに誰も引っかかってくれませんでした。何したんですか。あの東大のなんかあの東大のあのワークベンチのそばに転がっている死体のお肉、人肉に持ち込んでたり。あ、僕毒注射持ったまま死んで、この注射使わねえかなとか。傀儡の注射使わないですよね。確かに地味なあの仕掛けを置いてありました。ああ、それ地味ですね。結構でもなんかご飯が、あ、ここのご飯食っていいですかみたいな感じで多分なるんじゃないですか。結構東大の、うん、東大にあるその中の肉に毒が仕込んであるっていう地味なやつをやってた。今回はですね、東大で一日過ごさなくてよかったのがちょうどよかったですね。多分引っかかんなかったの、そのというか早いっす。いや、水木さん結構とても立ててくれてたけど何もできんかった、申し訳ない。いや、本当申し訳ないです。水木さんにニトロを持たせないっていうのすごかったですね。よかった、あれやられましたね。水木さんが確かに怪しかったんだね。しかも突然的に持とうとしてたんで、これの人やるなって僕思っちゃった。すげえ。いや、やり返したかったんですけど、ね、結構毒はどうだったんですか。一人しかさせてないのと、解毒剤を、毒入りの解毒剤を船の中に隠してたんで。あー、解毒、あ、でも僕はエレジサイトしたやつですよね、多分ね。うん、刺しましたね。なるほど。いやー、きつい。すげえ、俺も半端な離脱して、うん、まあこのまま離脱でもいっか、潜伏してるんだな。もうなんか、逆走もしなかったから寂しかった。ちょっと2回連続はちょっと、なんか逆走したらもうちょっとなぁと思って考えてる時に日が過ぎてました、ね、いや早いですよね。めちゃくちゃ早いです。あ、観光が